どうも皆さんこんばんは。令和チンポコマルブヒブヒです。皆さん、すき家ってご存知ですか？すき家ってのはうめえ牛丼屋でしてね、あそこの牛丼はとてつもなくうまい。僕が出会ったのは確か小学5年生の頃でした。世の中にこんなにうめえほかほか飯があるんかと、頬とパンツを濡らしながら牛丼を食ってました。そして僕は大人になり、普通の牛丼じゃ物足りなくなっちまいました。ニンニクの芽乗っけたり、チーズ乗っけたり、アホみたいに紅生姜乗っけたり、普通の牛丼ではなく様々なアレンジを加えて牛丼を食べてきました。そんな時ふと思ったんです。一回普通の牛丼食ってみようって。まあセックスで言うところの正常位、ここに立ち返ってみようと僕は思ったわけですよ。するとどうですか、牛丼はとてもうまかった。そして今僕はウィニングイレブンアプリというゲームをやらせてもらってます。そこで僕はウィニングイレブンアプリをしっかり楽しみました。その上で普通の楽しみからじゃ飽き足らず、いろんな楽しみ方しました。皆さんの言う尖った企画というのはそこから来てます。そして僕はふと思ったんですね。あの頃トッピングなしの牛丼が食べたいと思ったように、一回普通に売れしたいと。だから今日の企画俺です。ウィニングイレブンと正常位してみた。はい、というわけでもう企画の説明とか一切しませんよ。何ですかこのこだわり抜かれたスカッとは。やめたやめた。俺はとにかく今ウィニングイレブンが楽しみてんだよ。だからとりあえず今から何やるかっていうと、ロンチャルじゃなくてマッチでやってくるわ。マッチで、あ、マッチでやってないんかよ。おい、ふざけんなよ。あやそれ。よっしゃ、今日はアトラクションで遊ぶぞって、ディズニーシー来たらタワーオブテラやってないみたいな、やめろよ。いやそれ。はい、というわけでセンターオブジアースで遊ぼうと思います。もう今日は何しましょうかね。あーでもなんかモリッツブルース使いたいな。そう、モリッツブルースでね、あの442のオメンジュミッドリーダー2人置いてみたやつをちょっとやってみたいなとか思ってるんですけど、それにしよっかな。そしゃーった。まあ初めて使う監督のね、ちょっと使用感をちょっとなんか、まあ、皆さんにねついでで、まあレビューできたらいいかなと思ってます。あくまでついでで。てこれ見て、進化前進化後。デクランライスとかぶち込みて、あー置きたいね。でかいいね、このなんかデクランライスとカオミンが置いて、なんか無条件にテンション上がる感じ。これ最近ダゾーン見よってカイロウォーカーをよく見るんやけど、こいつクソ強くね。こいつすごくない？誰よりも速いやん、あのサッカー界で一番速いやん。新幹線で言ったら望みやってますから彼。結局の配布された激強ラッシュフォードも使えてないんで、せっかくならラッシュフォード使っていこうと思いますね。あ、いいね。なんかこのなんかもう一切題材ない感じ。最高やん。何これ、今回の企画はこれだから、こいつはこれに沿わないから、こいつからやめようみたいな、それがない感じ。これこれ、久々にこれがやりたかったんですわ私は。ちょっと前の企画でジェリーミナ使ったんですよ。なんかその高校時代のサッカー再現してみたみたいな企画で、そん時ジェリーミナ強かったんよな。入れるか。入れるか。何これ、うわ、楽しい、自由度が。何これ、もう今頭の中で自由に書いていいぜって流れとるもん。俺の心の中のリトルトークに聞いたところに、自由に書いていいぜと言われました。ちょ、リバウド使おうぜ、リバウド。リバウド使いたくない？ちょっとなんかここ入れよう、リバウド。よーし。はい、というわけですね。これよくもわかんねえ。何をコンセプトに作ったらこんな動画ができるんだ、バカタレーで課長に突き返されそうな、スカッとできましたんで、これでやっていこうと思います。行きましょう。じゃあ今までの企画が楽しくなかったんですかって言ったら、そういうわけじゃないから。皆さんはあるでしょ？一回一人になりたい時間。ね、友達と遊びたくないんだ今。もしかして友達と遊んでる時楽しくないの？いや、友達と遊んでる時は楽しいけど、今一人でいたいんだ。そういう気持ちなんですよね。企画やってる時はやってる時楽しいけど、今日は企画やりたくねえと、好きにやらせてくれと、そういうことなんですよね。そして俺の方はこう、おい、死ぬほど調子悪い。間を切っていきます。くるばり、ハマミンが。で、あとはジェリーミナに任せましょう。ほら、ジェリーミナ良くない？どうすか？俺なんかジェリーミナ意外とスポットライト当たってなかったかもしれんから、当ててます、今、めちゃくちゃ。そして、リバウドという男。どうでしょう、皆さん、リバウドという男。うん、いいね、リバウド。リバウドいいね。久々に使うとやっぱ楽しい。で、リバウドのどういうプレイが見たいかとか一切ねよ。ただ、リバウドが使いたかったら、ただそれだけ、意味もなくね。油断するなってことよ。これ待って。いけや、どういうことや。ちょ、待って、あいつなんなん。何なの、斜めに走るだけのモードは。テンピーかな。ライカアルト、あ、抜かれた、やべ、ミナちゃん、あ、やべ、あ、あ、安心してください視聴者の皆さん、令和チャンネル必ず勝ちます。この広大なスペース開けてしまったら、ここは自由に使わせてもらいますよ、うちのライカアルトがね。ライカアルト行け。そしてここだ、ライカアルト止まっちゃった、ライカアルト行け、先よ、カマミンが、あとは行ってんじゃねえか、ラッシュボードが、この野郎、この野郎、この野郎が、ラッシュボードで挟んでクライバート、
ッケー、完璧。髪がやばい、ちょ、開いちゃってる、まずい。ミナ、ナイスミナ、圧倒的なこの体の強さとデカさな。ジェリーミナ完璧ですね。しかも俺のツワイスで一番可愛いと思ってる女の子と同じ名前っていうところもまた評価できますね。ラシボード、ラシボード、ラシボード、ラシボードは奪わせて奪い返す。まあ、桜が花道と呼んでください。これ完璧じゃない、谷オロ100点やろ。いや2点。でもクリバリってさ、ナポリのユニフォーム似合うよな。やっぱエロいギャルには常にへそ出しててほしいみたいな。クリバリには常にナポリのユニフォームを着てほしいという謎の願いがありますね。これでいこう、これでいこう。もう意味もなく、意味もなくアザーロセンターフォワード使ってみる。動機っていうのは説明できないぐらいがちょうどいい。名言も飛ばしたところで、早速令和チャンネルパスをずらしていきます。ジェミナ、この高さな、絶対負けんな。ミナ、絶対、そう見ろよ、空中戦絶対勝てます。ジェリーミナは。この強さはあるぜ、マジで絶対。で、マラングサールがそれしっかりカバーして、いいですね。チームワークバチコリバチコイですね、こりゃ。な、何それ知らん。初めて聞いた言語はうちの口から飛び出してきました。うちて、俺、ミソノか。別件別件パス。うまい、ワンバ持ってないの、こいつ。マジうめえな、ラッシュフォード。キープ。前向いて。あ、完璧。もう入れ替わっちゃったもんね。リバウド。リバウドはおそらく、ドリブルがとてつもなくうまい。ほらボール持ってなかった。おい、いつの間に、ボール持って、あ、おい、ヘディングが振りでしょうか、あなた。足出すな。お前、東京ドーム地下みたいなことすんな、お前。え、ジード急に攻撃がうまいこといかんくなった。やっぱザニオール偉大だな。くそくそ、この野郎。あ、ベッケン、ナイス、素晴らしい。そんなこと言ったらベッケンバーを頑張ってくれました。ここですね。ラッシュボードはマジ止めねえよ。ここで取っちゃうからな。ほらー、これが桜木花道戦法。そして、ここ、自ら取って、ここで、あー、ここでもうこれよ。どういうこと？あ、オッケー。はい、死ぬほど楽しい。僕らがお酒飲んでたんですよ。で、僕ね、今までね、大人になったから、カッコつけてね、ハイボールとかね、ビールとかね、そういうお酒飲んでたんですよ。日本酒とか、そういうね、おしゃれな酒飲んでたんですよ。この間ね、体調悪くなっちゃって、カシオロ飲んでみたんですよ。めちゃくちゃうまかった！そう、一緒の味する、こっから。じゃあ2試合目はこんな感じでスカッとでやっていきたいと思います。この直感で、好きな選手を引っ張ってきて、サッカーをさせられるって、これ最高だと思いませんか？このゲーム。これが本来の楽しみですよ。言ったらもう誰指名してもいいキャバクラみたいな。しかも11や18人呼べる。今好きな18人パーって選んでサッカーさせれるっていうね。もうこれよ。これがウィニングイレブンですよ。最高。これがまさに正常位ですね。しかし生理の女性が何人かいます。それは仕方ない。俺のなんか直感で選んだ奴らでしっかり勝ち切る。これが本当の楽しさを得るための一番重要なポイントですね。デクラライス。いいぞ。いいじゃない、マルティネス。ああ、久々にアウトのマルティネス使ったら、とんでもないヒールパス覚えてましたよ。おい、そこボール取ってくれや。あいつめちゃめちゃ足引っ張るな。サラビア。ダブルタッチ！あれ、あ、動かない。動かなくなっちゃった。大きなノッポのフルサラビア。開いてますね。あ、いい感じにここ行くんすね。いいね。これがこのモリプロのいいとこですか、もしかして。あ、待って、上がってきてる。これは使ってあげよう。ディバラからの、下がってきた。ディバラのポジション、君引きが埋める。これこそサッカーだ。サラビアワンパー！ああ！そしてジェリーミナという男はここに上がってくる。すごい流動性だ。サラビア。ドリブル！サラビア来た！完璧！そういうこと。リシャル・ドリブル！いいね！お、完璧じゃん！これこれ！これですよ！私が求めたサッカーは！なんでや！おかしいだろ！ワールド取っただろうが！ふざけんな！恐ろしく早いオフサイド、俺でも見逃したわ。サラビア、サラビアくたばっとんな。サラビアをつけ。うまい！てか俺がうまい、うまい、俺がうまい、あ、うまい、俺うまい。てくらいです。はいはい、痛い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 、謝ってよなあ。ボール蹴ろうとしてから足ぶつけてきてさ、謝ってよ先に。なあ、人としてなってないよな。ジェイミーの頑張れ。リオネルメッシ攻めたらお前が世界一や。俺もうプレスしかせんから、あとはお前で構えろ。おお、すげえ、仲間の力借りた。それも大事やな。お前たらキングダム言ったらモーゴーみたいな感じかな。そしてディフェンシブミッドのところにこのベッケンバワーとかいう化け物をぶち込みます。後半はこれでいきましょう。ニュースとすごい苦手なんですよね。あ、いや、やべえ、もうディフェンスラインぐちゃぐちゃ。やば、あ、危ない、ナイスナイス。どんなのも助かってます、今。一番若いやつに助けられちゃってます。ちょっと真ん中から、ちょっと危ない危ない。変なところで遊ぶな、バカが。君、いや、狙ってますね、こいつ。おい、さっき漏れとるぞ、イルミが。おい、雑魚が。漏れたとしても止めれないさっきもあると。ディバラダブルタッチだ、完璧すぎて、くさ！うー、マイボール。弾き飛んできた、なんか知らんけど。君が、まずは、
ここにボールを、じゃあカマイが動くな動くな、なにあいつ、怖、魚かお前、生きのいい、急に動くな。ベッケンバウアー、盾だマルちゃんと見せかけて、くそー、甘いわ、ジョーブスをつけ、大丈夫大丈夫、やべえ、ベルフワイここでくるくる回ることができます。これがベルフワイの強さなんですね。ディバラ、君、キックフェイントでこっち見て、しまった！カマビンガが積極的に追っかけてって、どっかドリブルを確かめてくると思うんですよ。なので、そこで、ちゃんと潰してあげるってのが世の情けってなぁ！武蔵、こちら！やべ！強い！ロナ強、マジで！サルコーガンプレション！ナイス！そういうことね。距離詰まってるよ、ガンプレかます。で、こっから、テントリンゴ。俺の、あれはなんなんこの矢印は。止まって、イニエスタ反抗期かよ。研修結果、ウイニングイレブンは、気持ちいいぞ。